催テクノフェスタ in 浜松、静大テレビで放送中。見てね。普段入ることのできない場所に入るのってなんだかテンションが上がりますよね。私も初めて足を踏み入れるのですごくワクワクしています。早速私も行ってきます。あ、キャンパスは広くていろんな建物があるので、どこで何が行われているのかの事前のチェックは重要ですよ。僕たちのサークルは、静岡ユニバーティーモータース、通称サムと言います。僕たちは、レーシングカー、フォーミュラーマシーンを一から作る活動をしています。自分たちで、一から組み上げました。例えばこのエンジンとかは、自分たちのメインスポンサーである鈴木様から提供を受けていたり、その他のパーツも、企業様から提供してもらって、それを自分たちで使わせてもらっています。この車の目的としては、自分たちはエンジンをドライバーの横に置く、このサイドエンジンレイアウトというのが自分たちの車両の一番の魅力となっています。他のチームのマシンでありましたら、エンジンを後ろに置くミッドシップレイアウトという形をとっているので、他の大学とは異なるレイアウトを取ることで、それを魅力としています。これは自分たちのサークル創部以来、このサイドエンジンレイアウトを取っていまして、基本的な目的としては、この車両の幅を、ホイールベースを短くすることを目的としています。何かデメリットとかはあるんですか？そうですね、デメリットもたくさんあるんですけど、ドライバーの横にあることで、エンジンの、力を伝達、後輪のタイヤに伝達するのがちょっと難しかったり、エンジンがドライバーの横にあることで少し耐熱温度が高くてドライバー熱いよっていうこともあったりします。でもこちらオリジナルの形ということで、なんとか成功させてほしいですね。そうですね、2014年度の大会ではぜひ上位入賞を目指してこれから頑張っていこうと思います。現在このサークルに携わっている、このサークルの部員としては30名。30名でこの2つの機械を作っている。そうですね、他のスポンサーの方々にもお手伝いしてもらいながら、30名で頑張って活動しています。大学ってどんなことをしているんだろうって疑問に思っているあなた、その疑問はここに来れば解決しちゃいますよ。研究内容が少し身近になった気がしますね。研究の内容は日々進化しているので、毎年訪れれば研究の動向も分かっちゃいます。来年も参加しなくちゃ。